韓国へ行って、あ、パンツ落ちちゃった。韓国へ行ってきまーす。あ、パンツ落ちちゃった。あ、パンツ落ちちゃった。すごいこの椅子、めっちゃいいに欲しい。あ、なにこれ。めっちゃいいに欲しいんだけど。あ、来た。上手。どこ？あれ、スイス。スイスだ。スイスから来た。ようこそ日本へ。その口、口。もらってもらう、ちゃんと返してくれた。ただいな。入国審査。コピーめっちゃある。8分いける？え、今何時？5時、3時。8分いけるんじゃん。これかしら。で、カード挿して、カード挿して、綺麗、イブね、イブ、あの、ちょっと、あ、見て、うわ、最高じゃない、あ、広、来ました、韓国、頑張りました、みーちゃんが頑張ってくれました。お、あ、山見えるね、都会、いいとこやんけ。いや、てか、めっちゃした、もういいね。おー、めっちゃいいじゃん。最高だ。いや、お疲れ様でした。朝の4時に起きて、今5時25分です。稼働に稼働して、トイレ入ってます。トイレここへ。トイレも別なところ。お、めっちゃ綺麗。あ、綺麗。綺麗ですね。めっちゃ綺麗。日系だから。こういう感じなんだね。そうそう、だから普通に、うん、まあ中でやっちゃってもだって日系だからホテル下のコンビニに行って買ってみたいと思います。お腹空きすぎた、もう5時半よ何も食べてない。でもタクシーに乗れたんです、さっき。いい、めっちゃいいお兄さん、うん、あのお姉さん、お姉さんか、ワイプのお姉さん、よこすかって言ってた。優しい人でよかったですね。ああ、韓国のコンビニ行ってきた。なんだっけこれ。これオレオヨーグルト。なんかよく心折れた。ピンか。おにぎり。なんかさ、色とりどりだね、パッケージが。そう。でもね、何書いてあるかわかんないんですよ。わかんない。これ何？ヨーグルト。これよく見るよね、ドラマで。こういう形の。あ、そこバナナオイルめっちゃ美味しい。プロテイン買ってきた。プロテイン。韓国のプロテイン。韓国のプロテイン。いただきまーす。外ね、寒いけど、まだね、日本と同じぐらい。もっと寒くなる。もっと寒くなる。と、もうね。美味しいし。
わお、バナナ、牛乳、バナナ牛乳です、これ。あ、逆だった。バナナ牛乳。何味？あのね、辛い。辛い。うん、あの辛い、あのご飯だ。あ、海苔うま。海苔うまいね、これ全部韓国海苔。辛っ。うん、美味しい。プロテイン。辛っ。辛いよね。来てる。なんて書いてるのか分かんない。うまいじゃないって書いてるのか分かんない、うん。でもなんか美味しそうだったから。美味しい。うん、うまい。なんか日本のだっておにぎりも書いてるもんね。書いてないわ。あ、そうだ。うん、美味しい。もう休憩したらミョンドン行ってきます。ミョンドン、うん、あ、これ同じやつじゃん、同じようなやつじゃない、あの翻訳使って、これこそ翻訳使って、どうやろう、焼きハム、あ、キムチ炒めツナ、一緒やん、一緒やん、あ、キムチ、マグロ、あ、そういうキムチ、キムチ炒め、あ、すごい、200円。まあ高いね。でもおにぎりで1個大きい。まあだってね、お、大きいから。あ、へえー。こうやって見ないと分かんない。パパこれ。これ、こういう。こんな感じで包んで。わー、すごい。うまそう。はい。うん、うまい。あー、うんうんうん。うんうんうん。どうやって日本語なんだろう。日本語ない。あるあ、ここの日本語ね、うん、うん、うまっ。でも、スーパー違うか、コンビニじゃないか、ちっちゃいやつ、あ、これ乗っていけるよ、あ、濃くなってきた、そうなん、ここ、こっちか、ちょっとメイン通り、確かに怖い、はい、了承、竹下通りみたいな、ちょっと端っこに行こう、あ、なんか角じゃん、角にあったよな、ちっちゃ、でも2階だよ、わあ、すげえ、この先にもゴミ箱ある、あー、そうそうそう、よう覚えたね、そうそう、ここで待っとけばいいんだ、なんか通りそうじゃない、タクシー通るか、通るやん、どんどん通る、ここら辺で待って、これも食べる。これはこっちに。
お疲れ様でした。いろいろ調べてくれてありがとう。いや、タクシーバンバン使ってる。タクシーバンバン使ったな。いやでも安いね。え、だって1000円超えたことないよ。ない。20分乗ってもね700円ぐらいか。安いわ。タクシーで移動した方がいいね。だってそれを4割4で割ったらもう超安くない、うん、1人200円もないぐらい。友達と割ったりした。そう、電車と同じぐらい。いやしたら今日はもうこれでおやすみなさい。今9時ですね。夜のぶっ続けです。朝の4時から見て小銭が増えちゃう。